武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは筑波大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。こちら大問4題で、全て論述400字論述、で回答するような形式となっています。なので論述の字数が長い上にですね、それが大問4つも出てくるので、まずそれに対応する対策が非常に重要となります。で、論述の参考書自体をいろいろやっていくというよりは、まあ、ここの過去問やってた方がいいと思いますが、まあ、スピードとあと論述広くやっておくことが重要ですね。なのでまずその参考書のレベルとしては、まあ聞いてくること自体は割とオーソドックスなものが多くですね、まあ、たまに難しいの出ますが、難しいとは言っても教科書レベルを逸脱するような内容、また大量の資料から読み取らなきゃいけないような難問ではないので、割とまあ語句の指定などあったりしたとしても、まあ、あの教科書レベルの知識は抑えていれば十分書けると、まあ、そういう意味で参考書のレベルとしては、まあセンターや日大のレベルは必須、できればマーチやっておいた方がいい。で、ただ時間なかったら論述優先、あとは資料を読み取る問題も出るので資料と論述優先でやっとくという形ですね。で、資料はまあ日本史一問一答完全版やっとけば、十分です。まあ、資料問題一問一答の完全版ですね。で、論述の参考書はまあ考える日本史論述、しっかりやっとけば、十分だと思いますが、でプラスここの過去問徹底的にやり込む、で、まあ、400字の字数で書けるように、まあ実際考える日本史論述で出てる問題も400字でも書けるようにそれぞれの問題を練習しておいた方がいいかなとは思います。で、まあ、もし論述もう一冊ぐらいやっとかないとちょっと論述しか出ないから不安だなっていう場合には、まあ、他の過去問をやるか、もしくは段階式日本史論述のトレーニング、などですかね、しっかりやっておく、という形が、まあ、いいかなと思います。字数多い問題などですね。まあ、とりあえずその長いことを書かなきゃいけないってことは、400字で何を書けばいいのかっていう、どういう内容を書けばいいのかっていう、まあ、例えばその出来事だけをつないだだけだったら本当に百数十字ぐらいしか書けなかったりするので、それをその対外関係だったりとか、あとはその影響意義、の経緯だったりとかをちゃんと書いていったりみたいな、部分ですね、何を詳しく追加していくかって形で一個一個、話さなきゃいけないっていうところがありますので、ちゃんと一個一個の知識正確につけた上で、まあ、400字で論述が書けるように練習するということを心がけましょう。そんなに、難易度が高くない分、基礎はしっかり押さえて、まあ、外すべきではないツボはしっかり押さえておくってことは、心がけるようにしておきましょう。以上が筑波大学の日本史の勉強となります。